よし、今までしょうくんに見ていたやつを出してやるぞ。はい、マロン君好きだもんね。久しぶりにこの段ボールの爪研ぎのやつ、ちょっと片手で出しづらいわ。はい、オッケー。これまた取り付いてんだって。確か袋の中か。はい、このアーチすごいな。え、めっちゃ落ちてきたんだけど、なんだろう。はい、豪華2本立て。なんか落ちちゃった。なんかまた旅からなんか落ちちゃった。はい。何？今ロン君が遊んでくれてます。何してんの？いいの。すごいよ、マロン君。おお、綺麗に収まってるね。またいで。二つ使っちゃう？贅沢だね。いいよ。絶対また食べ落ちたよね、これ。なんか落ちてきたね。マロン君、絶対なんか落ちたね。マロン、また食べ落ちた、これ。何？マザタビ？違う、ダンボール。めちゃどれにする方これ。二つともそうな目か。マロンがここでマザタビにやられてしまった。マロン君、カーペットに振りまく人なかなかいないよ、ね、最強じゃん、カーペットに振りまいたら。まあ久しぶりのマザタビだしいいでしょう。カバンを上に乗っけたんだけど、まあいいや、これはもう普通のマタタビだ。マロン君は、マロン君は久しぶりのマタタビだ。今回この下にこれ持っていきゃいいんだ。ずー行くよ、そこに。マロン君行くよ、ずー。はい、ここに持っていきゃいいわ。ここにマタタビが落ちたの。もともとこの吹きかけるやつなの。あ、そう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 、本来の遊び方、本来の使い方。おお、寝た。マロン寝た。寝た。マロン。ん？いいね。やっぱどっちかっていうとマロン君の方が強いのかな。これは。うん。縦に乗るといいよマロン。お尻がはみ出ちゃってるから、これをキュッとしまうといい感じになる。破壊されてしまうのか。もっと突破するか。いいよ、持ってるよ。突破できるのか。捜索中。お、横で使いました。横向きで使ってます。あ、持ってる持ってる。よし、存分に使え。おーおー、そう、この体勢、この体勢なの。あんま見せたことないよ。あんまマロンが爪研ぎしてるとこ見せたことないよ。このちょっとなんていうの、中腰っていうか、チャチャはいっぱい伸びて上の方でやるんだけど、マロン君下の方でやるんだよね。これ普通なのかな。あんたどういう風になっちゃうのそれ。ここなんかちょっと白いな。後ろか。ん？満足？あんた満足？うん、